はい、13章過去の生産。傷跡。はい、これでよし。ほんまか？大丈夫か？カオルゲ、ん？なんて書いてる？一体どういうことなの？何？どうした？どうしたんや？ママが残していった走り書き。なんて書いてある？あなたのお父さんは生きている。ほう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 。だから桐生さんを信じてあげて。生きとるんや。誰や？生きている。誰や？生きているって言ったって。一体どこの誰なのよ。ママ、こんなメモ残してどこ行ったんだろう。戦いや。民生さんの姿が見当たらないのか。この辺りを探してくるわ。誰がいなくなったの？あの女の人の今のお母さんだ。今のお母さんって言うな。キリュウムキムキやな、こいつ。そういえば、はるかは関西初めてか。うん。旅行とかほとんど行ったことない。うん。せっかくだから一緒に街をぶらつくか。ん？お、喜んでるやん。早く行こう、おじさんって。あ、ほんでちょっと、ほんだらはるかと一緒にぶらつくか。はーい。出まーす。はい。で、どこ行ったらいいんかなって言っても、まだ矢印出てるな。はい。あっち行きます。はい、はるかついてこい。なんやろ、はるかとなんかあるんかな。お腹すいたんか。俺はすいてないね、はるか。もうすぐだよ。うん、なんやろ、なんかあるんかな。ん？なに？おじさん、おじさん。ん？あれ見て、さくらだよ。誰？はるかの知り合いか。違うよ、福永さくら、女優さんだよ、有名な。知らんがな。じゃあ社長、来期のドラマの件よろしくね。ああ、わかった。ずっとお主に任せてくれかい。え、これサブストーリー？なんやろ。綺麗な人だったね。見とんねん、こら。誰？お嬢ちゃん、お嬢ちゃん。金の卵、代表の原石や。わしの目に狂いはない。お嬢ちゃんは10年に1人。お、100年に1人ってめっちゃごつい逸材。そうなん？お嬢ちゃん、芸能界に興味ない。あるやろ、普通。あるに決まっとるがな。まあ、いいせやな、そんな。はるかどうした？お父さんでっか。怪しいもんちゃいます。蒼天堀企画で社長させてもらってるんだ。蒼天堀企画、これでこすんねん、東京やで。おお、そうなんや、芸能プロダクションや。わしに預けてみまへんか。おい、もっとまともに喋れ、ほんまに。何？はるか、迷うんかな。ほう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 。おじさん、早く。ああ、もう無視やね。あ、お父さん、話だけでも、お急ぎなら今度でも。そうやったらこうしましょう。お父さん、携帯お持ちでっか。うん。親父ちゃうけどな。何？何？はい、これで OK。何や？わし、プライベートの携帯でナンバー入れときました、さがい。気が変わりました。いつも電話しちゃってや、待ってますぜ、って。何や、これ。興味ないもんって。珍しいな、女の子でね。スカウトされたらすぐ行きそうやけど。はい、行こうか。あ、今手つないだ。せーの。はい。おー、歩いとったらあれね、離れへんねんや。あ、ごめんな。もうめんどくさいから行くわ。はい。また、矢印の方行くぞ、俺は。ごめんやけど。あー、のけ。邪魔。ほい。待ってよ。いや。はるか、早くお前も来い。
こっちかな。はい、もうこんな無視です。今のキリはバテへんぞ。逃げるわ。あ、こっちからへんねん。来てるやん、来てるやん、来てるやん。どこらちゃうねん。無視無視無視。いや、またここでも喧嘩か。はるかが喧嘩売られたら面白いんだけどな。あ、そうそう、バテた。どこ行ったらいいんかな。ここやね、ここ行ったらいいんやね。ん、電話、何、おお、さっきですか。おお、何や。うん、うん、蒼天堀企画。うん、お嬢ちゃんの話ですわ。おい。どうしよう。あ、忘れられへんねや。ビッグになるん。ほう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 。で、住所どこやねん。事務所どこ。やっぱさっきのとこな。あ、じゃあ戻ろっか。はい、せーの、おい。何やろこれ。さ、あ、こっち行かれへんやったかな。行けるんか。行かれへんわ。サブストーリーなんかな。何やろ、おっさん。おっさんちゃうねん。抜け。後ろにいるのはるか大丈夫かな。ほいほいほい。待てへん。捕まって、ああ、前からもや。どけ、誰。かましわ、ボケ。もうすぐやで。お、何これ。これもサブストーリーか。何でも見た、このインチキプロ、インチキプロダクションって言われてる。デビューできないってどういうこと。何やねん、これ。お姉ちゃんの努力不足やないかい。売れるも売れへんのも本人の努力次第やないか。自己責任。私のお金返してよ。ちょっと話つけてこようか。着いた。あ、着いたよ。おい、ハゲどないなっとんねん。冗談じゃないわ。事務所の登録のレッスン料、撮影費用もいっぱいかかってんや。え、このハゲには、あれ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 、あ、上上がったらいいんかな。はるかはここで待ってろ。いやいや、お待ちしておりました。どうぞどうぞ。話聞きに来ただけやで。もちろんもちろん。うちの事務所に預けて。東京やで住んでんの。ダンス。デビュー。ほんまか、お前、シャレなんか言ってたぞ。へぇ。それだけはおまへん。学校もええお嬢様学校行かせます。ほんまに気まない話やな。あるか、そんな。先行投資。確実にビッグスターになる。かけた分だけその何倍も儲けることができる。そう思うからできますのや。ふーん。はるかが芸能人に、どうも想像がつかんないで。まっとうに。まあ、芸能人もまっとう言うたらまっとうやけどな。ヤクザの世界伸びてくる。ヤクザの世界。ああ、読んでも言うからな。危ない橋渡ってきてるからね。あ、だ、キール迷ってんのか。もう少し考えさせてくれ。これでいいか。時間の問題ですよ。おお。はあ。我々の業者に寄ってくる。守りきるまっかい。その方、これなんかその、そっちに行かんとあかんせえな。ちょ、ほんまでかい。ああ。何？
何？はるかか？あ、おい、何やっとんねんお前ら。はあ、ライバル事務所のやつね、やつらほんまもんですね。オウム連合バックにやりたいほどや。こんなチンケな芸能プロに入るよりよっぽどいい思いできるで。キルしばけお前、もう好き、全員好き変動にしろ。はあ、うん、こんなやつはすぐ片付けてやる。喧嘩なのか、やったらほら、よっしゃ行こう。おい、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 大丈夫だよ、こんなん痛くない、痛くない、痛くない。おい、カス、お前もこれやったるわ。はい、ごめんな、何回も起きろ、ほらお前。ほい、待てよ。はい、はい、ごめんやで。はい、スキンヘッド、お前もやったるわ。はい、はい、どこや次。よいしょ、えい、えい、えい、もう投げたいねんけどな、ほんまは。どこや、よいしょ、よいしょ、あ、極み出てたな、よいしょ。お前、あげ。お見事やで、こうなったら契約交わしましょう。ああ、うん、おなり、ハルは芸能人なのか。いや、うん、うん、アイドルになるんや。バラ色の未来が待ってるね。大阪住むんか。怒ってんのか。冗談じゃないわよ。ええ、お父さんは君の人生のためを考えて。私は今のままで十分幸せなの。はるか、聞いてくれ。いや、怒ってんの。おじさんも私を捨てるの。あ、言われた。もう一人になりたくない。そうじゃない、俺といるとまたお前に怖い思いをさせる。怖くなんかない。強いね、はるかは。いつもおじさんが守ってくれたから。どうしても私を置いていくって言うなら一人でも会いに行くよ。神室町までおじさんに会いに。どうすんのやろ、はるか。さあ帰るよ。結局ならんのかい。ちょっと待っていいな。ここまでしてわし空振りかいな。なせっしょうな。わしの卵が、どうなんのやろ。わしのダイヤの原石が。ごめんね社長さん。それや、それ、その笑顔、何でも許したくなるその笑顔が君の復帰で。バイバイ。あれ終わり、これで。ほなさいなら。かわいそうに。ってアホかいな、わしがたぶらされてどないすんにゃ。わしゃ、まだまだ諦めまへんで。大阪やね、ほんまに。ちょっと、なに、歌めっちゃうまい女の人おってん。なに、カードで練習してた子か。あの人ステールってバーで働いてるんやって。そしたら酒飲んでる時に歌歌ってくれねえやんか。ステイル、多分そこ行かなあかんのじゃ。お、ステイルに向かってみてな。ステイル、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 ここか。こないだ行ったとこかな。はい、じゃあちょっと行ってみたいと思います。まっすぐまっすぐまっすぐ、ごめんなごめんな。まだまっすぐですね。ここまっすぐの、あの右ですね。
もうすぐや。何やろ、何があんねやろ。ステイル、ステイル、この辺かな。あ、ここか。はい、行くぞ。歌うまい人、何やろ。あ、客の言うこと聞いてんのか。立ちの悪い客おんねんな。うん、歌えて、あ、歌えって言われてんねや。いいえ、歌は得意じゃないので。下手でも飲めが歌わんかい。殴ったれこんなやつ。ごめんなさいって言ってる。おい、お、切るしばけこいつ。来んなお前なんか、ほんま。いや、歌うまいやつどこやねん。行こう。ちょっとこいつと話すわ。いらっしゃいませ。おい、いやいやいや、そんなんちゃうねん。注文やめますよ。そんなんちゃうねん、俺あの探してるだけやから。ありがとうございました。歌うまいやつどこにおんの。てめえか、これダーツのやつか。うん、いやです。あれ、こいつに聞いたらいいんかな。しないですよ。折れへんやん。折れへんねんけど、ここに折れへんだけで、多分外におんのかな。図見たら、あの、マップ見たら出るかもわからないんでね、ちょっと行かすと行ってみます。はーい。ここにおるな、多分。な。はい、ちょっと行ってみたいと思います。のけのけのけよ、お前ら、邪魔や。お、川やろ。いや、弱いです。んで、あいつか。あ、歌ってる、なんか。歌好きなんだな。うん、この間のお客さんって。この間というか、ついさっきやで。その歌声なら十分自信持っていいんじゃねえのか。いいえ。なんで、なんで無理なん。うん、うん、歌は大好きです。ああ、本気で目指してたんや。デビューできると思ってたんやけどです、思ってたんですけど。まあ、上手いやついっぱいおるからな。あ、騙されたんや。そうなんや。そうやったんやね。本当は歌いたいんだろう。お、キル、いいこと言うな。とても言われんね。キル、説得すんのか。ステイルもう一回か。もう一回行くんか。はい。はるか、ついてこいよ。のけのけのけ、いい。こっちはね。いや、弱いです。お、さっきのやつか。あ、こいつにあれか、やってもらうかな。もう、すごい。はははうるさいね、ほんまに。地獄内で追いかけますね。さっきの女紹介したらいける。もう好きやおけ1000万。おお、いや、彼の問題じゃねえ。はるかのことはいい加減諦める。2000万で決着つけます。どないでっか。おい、お、紹介したい子。どういうことでっしゃろ。いいからついてこい。おい、また歌ってんで。ちょ、これはなんちゅう歌声なんや。胸にじんとゾクゾク興味。長年探してきたのこれや。これはミリオン、間違いない。当時はね、ミリオンとかそのザラでしたからね。面倒見てよ。このほっとくわけないですやん、ね、おっしゃ、ええことや。事務所の連絡せな。よかったな、ほんまに。はーい、戻ろうか。あっこにスナックに戻るんやね。はい、ここですね。じゃあ行きたいと思います。どんどん行こう。はい、ここまっすぐの右ですね。
待てへん。もうすぐだよ。うん、もうすぐやで。よいしょ。ここやね。はい、行こう。おじさん。ん？あー、濃いのだ。はい、着きました。お、開いてるやん。開けたまま行ったん、こら。あ、もうすぐカムロ町に帰るんだよね。やり残したない。うん、準備はできました。はい、準備はできた。うん。うん。はい。ん？超出てきに電話か。気流だ。誰？伊達さんを誘拐しただと。あ？まあそう興奮なさらずに話を聞いてください。え？誰？お前何者だ？誰？警視庁公安二課の倉橋です。え？なんで誘拐してんの？公安二課の倉橋。なんで誘拐したの？二十数年前までは倉橋という名前ではなくジ・ヨンミンと名乗ってましたがね。何お前、あれか、生き残りか。信号派の生き残りだったのか。ええ、合流会の指示で伊達さんを誘拐したのか。いや、合流会は関係ありません。あ、関係ないの。ついに我々ジングオン派が動く時が来たんです。26年前に無残な死に方をした仲間たちの無念を晴らす時が。キリュウ関係ないやん。伊達さんは関係ないだろう。皆さんがお集まりいただくためには人質が必要だったんです。皆さんだと？誰なんだ。誰や。26年前に我々の人生を狂わした方々です。キリュウそんな関係ないやん。当然あなたも来ていただきますよね。だからここどこやねんて。場所はカムロ町の心臓部、ミレニアムタワーか。夜明けまでにはお越しください。さもなければ今度はこのビルが丸ごと吹っ飛ぶことになりますよ。うわ、戦わなあかんな。分かった、必ず行く。あ、そうだ、ん、葉山薫さんもご一緒に連れてきてください。なんで。なぜだ。いただければわかります。うわ、戦いやね。課長から連絡があって伊達さんが誘拐されたそうよ。うん、今その相手からの電話だった。やつが人言派の生き残りだったとは。公安の倉橋だそうね。それで何の話だったの。夜明けまでにミレニアムタワーに来いと。そう、もう新幹線はないわ。車で行きましょう。車しんどいで。俺も何回も行ったことあるけど、運転されて大変やぞ。今カムロ町に向かってる。俺たちの悪い予感が当たっちまったな。ああ、最悪の事態や。二画面やん。しばらくの間近江連合の動きは府警で食い止める。ああ、頼む。倉橋のことは俺に任せろ。あいつら死ぬ覚悟でおるはずや。気ぃつけるんやで。分かった。おかん、自分の体に呪われた血が流れてると知ったら薫は。そんなことは絶対に許さねえ。そのために俺は26年間奴らと戦ってきたんだ。お